ゼロイチ九四チャンネルです。今日は久々にキッチン筋トレ。もう最近筋トレしてねえんだろっていうやつがね、ちょっと結構言われるんで、そんなことねえと、やってますよという意味を込めて今日出したいと思います。それではね、ご視聴ください。これ出勤からやるぜ。例の重りをつけて、よし、背中痛いんだよ。あとでね、俺の肉体美をまた動画で撮って。これね、ちなみに2キロ2キロの重りだから、4キロ。よし、脱いだぞ。排気。次、腕立て。200。はい、次はですね、これを使って、きついんだよ。それで、すごいっしょ。あ、筋トレおしまい。昨日業務の行きつけのニンニク注射打ってきたんですよ。すんげえ、あれ500ミリぐらい、2本ぐらい入れてきたんですよね。で、今日ね、朝具合どうかなと思ったら寝坊しました。効き目があったかどうかは分かんないですけどね、あんまり普段と変わんなかったですね。もう本当に体調が悪い時だけね、ちょっと行った方がいいかなと。あんまり効果分かんなかったな。明日あたり出んのかな。僕個人的な感想すると、風邪ひいた時とかね、そういう時に行った方がいいかなと思いましたね。今日も頑張って走ります。今日ね、ショックなことがあって、便所でね、アイコス吸ってたら便器の音しました。ショックだな。今日からどう生活していけばいいんだ。ちくしょう、マジショックだ。もう8000円とか9000円かけて買いたくねえしな。これを機に禁煙か。そんな意志強くねえからな。考えます。今日は高級焼肉店牛五郎に来ました。行ってみましょう。それでは入っていきましょう。それシャトーブリアン最初に行くのか。あれ、割れた。もう一個割れない。あ、ほらほら、希少部位だ、希少部位。牛ごろやばい。究極のミノ、究極のミノ、ちょっと焼いてよ。年取るとミノが好きなんだ。ミノいいじゃん。これ何の肉だ。辛いか。カルビ頼んでね。365日コールドシャワーやってみよう。1月11日コールドシャワー。1月12日コールドシャワー。
14今年終わります。おしまいだ。1月15日今年終わります。終わり。1月17日コンプション。おお、しまい。1月18日コンプション。負けるか。おしまいだ。1月19日コンプション。終わり。終わりだ。1月20日コールドシャワー。うわ、おしまい。